はい、秋ゲメズです。不思議な本のページ全12箇所の場所と生き方を紹介し、奉納することによって豪華な宝箱など宝箱参考を取っていきたいと思います。今お見せしているのは不思議な本のページの1番から9番と11番から13番の場所と生き方のマップとなっています。10番についてはバージョン 4.0 の時点ではないようですが、10番はなくても豪華な宝箱まで取ることができます。すべて回収するための前提条件は、世界任務秘境と啓示の書、水色の彫痕、古き色合いの第3幕、推薦の案の第1幕の完了となっています。秘境と啓示の書については、不思議な本のページを解読して収める場所を開放するために必要な任務となっています。なお、不思議な本のページの1番から3番は秘境と啓示の書の途中で取ることになるのですが、世界にもはやらなくても取ることはできますので、今回の動画でも紹介していきます。ここからやっていきますが、5番と8番については同じ部屋にありますので、同じタイミングで取っていきます。また5番と8番については学院のどこかの鍵を取ってから取りに行きます。他の不思議な本のページについては1番から順番に回っていきますので、気になるところがある方は概要欄のチャプターからご覧ください。ここから1番のところに向かいます。エリナスの南、地上にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら後ろを振り返って南方向に向かって進んでいき、壊れた橋の反対側に飛び移っていきます。着地したら左に曲がって進んでいき、洞窟の中に入っていきます。宝箱の近くに獣域ハウンドがいるので戦います。倒したところまでカットします。すべて倒すと宝箱の封印が解除されるので取っていきます。ここで不思議な本のページの1番を回収したら、次の場所に向かっていきます。ここから2番のところに向かいます。とてもあったかい場所のワープポイントにワープをしていきます。到着したらまっすぐ北東方向に向かって進んでいきます。しばらく進んでいくと川がありますので、川沿いを進んでいきます。プリズムと丸い鉱石がありますが、プリズムを攻撃して衝撃波を当てると宝箱が出ますので取りに行きます。ここで不思議な本のページの2番を回収したら、次の場所に向かっていきます。ここから3番のところに向かいます。エリナスの北西にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら右を見ると魔法陣がありますので飛び降りていきます。獣域ウェルプ2体と戦います。倒したところまでカットします。倒すと獣域の裂け目の挑戦が始まりますのでやっていきます。魔法陣の上にある3つの結晶体を守りながら戦う挑戦となっています。すべて倒したところまでカットします。すべて倒すと挑戦クリアとなり、貴重な宝箱が出ますので取っていきます。ここで不思議な本のページの3番を回収したら、次の場所に向かっていきます。ここから4番のところに向かいます。自然哲学学院の南ワープポイントにワープをしていきます。ワープポイントに到着したら真上に向かって泳いでいきます。水の上に出たら右を向いて壁際にある足場の上に乗っていきます。上に上がったら壁沿いを進むと右側にキラキラがありますので調べていきます。4番を回収したら次の場所に向かっていきます。ここから学院のどこかの鍵を取りに行きます。自然哲学学院の北ワープポイントにワープします。到着したらまっすぐ南方向に向かって進んでいきます。階段を上って進んでいくと壁際にある机の上にキラキラがありますので閲覧を選びます。そうすると推薦十字結社に移動します。到着したら部屋の反対側に進んでいくと宝箱が2つありますので、左側の精巧な宝箱を取っていきます。学院のどこかの鍵を入手したら次の場所に向かっていきます。ここから5番と8番のところに向かいます。自然哲学学院の南ワープポイントにワープします。到着したら左を向いて壁沿いを進むと左側に通路がありますので、その通路を北東方向に進んでいきます。水の上に出たらまっすぐ進んで穴の中に入っていきます。少し水に潜って高い位置を北東方向に泳いでいくと右側に通路がありますので、その中に入っていきます。オレンジ色の魚が目印となっています。水の上に出たら階段を上っていくと右側に閉まっている扉があり、扉の前の装置のところで学院のどこかの鍵を使えますので使っていきます。
そうすると扉が開きますので奥の方に向かって進んでいきます。しばらく道なりに通路を進んでいくと扉の前に装置がありますので触れるを選んで扉を開けていきます。扉が開いたら部屋の中に入っていき、魔法陣のところまで来たら左側にキラキラがありますので調べていきます。ここで5番を回収したら右を向いて部屋の奥に向かって進んでいくと扉の前の左側にキラキラがありますので調べていきます。8番を回収したら次の場所に向かっていきます。ここから6番のところに向かいます。自然哲学学院の北ワープポイントにワープをしていきます。到着したらまっすぐ南方向に進んでいき、部屋の真ん中あたりで左を見ると水の輪っかがありますのでそちらに向かって近づいていきます。近くまで来たら入るを選んで先に進んでいきます。上の段に到着したら部屋の角っこに装置がありますので近づいて触れるを選びます。扉が開いたら入って左側にキラキラがありますのでジャンプしながら調べていきます。6番を回収したら次の場所に向かっていきます。ここから7番のところに向かいます。安眠の地の南ワープポイントにワープをしていきます。到着したら左に曲がりながら北西方向に向かって進んでいきます。しばらく進んでいくと建物がありますが下の段に入り口がありますのでそこから中に入っていきます。中に入ると部屋の角にキラキラがありますので調べていきます。7番を回収したら次の場所に向かっていきます。ここから9番のところに向かいます。安眠の地の北ワークポイントにワープをしていきます。到着したら視点を横にしたまままっすぐ北東方向に進んでいきます。下を見すぎると落下状態になりますのでご注意ください。背の高い建物の真上まで進んでいきます。宝箱がありますが近づくと出るタイプですので初めてだと出ていないはずです。建物の真上まで来たら潜っていくと建物の上に乗れますのでキラキラを調べます。9番を回収したら次の場所に向かっていきます。ここから11番のところに向かいます。自然哲学学院の北ワープポイントにワープをしていきます。到着したらまっすぐ南方向に向かって進んでいきます。階段を登っていき壁際にあるキラキラのところで閲覧を選びます。そうすると水線十字結社に移動をしていきます。到着したら左を向いて壁沿いを進んでいくとキラキラがありますので調べていきます。11番を回収したら次の場所に向かっていきます。ここから12番のところに向かいます。カノティラとケージの書にワープをしていきます。ワープできない方は世界任務秘境とケージの書を進めてください。任務完了で解放されます。到着したら少し左を向いて北東方向に向かって進んでいきます。そうすると本が散らばっているところにキラキラがありますので調べていきます。12番を回収したら次の場所に向かっていきます。ここから13番のところに向かいます。メリュシー村のワープポイントにワープをしていきます。到着したらまっすぐ南西方向に飛んでいきます。着地したら右に曲がって進んでいくと右側にシャナが立っていますので話しかけていきます。何と交換できるんだろうを選ぶとメニュー画面が開きますので不思議な本のページの13番と奇妙なパーツを1個交換することができます。奇妙なパーツは古き色合いの第3幕が終わった後にセレーネに話しかけると4個もらえるのと他のメルジーヌ関連の世界任務をやってももらえますので1個ぐらいはあるのかなと思います。次の場所に向かっていきます。ここから本を解読して宝箱を取っていきます。カノティラとケージの書にワープをしていきます。到着したらページの内容を解読するを選びます。渡す画面になりますのでどれでもいいので選んで渡していきます。内容を確認したらもう一度ページの内容を解読するを選びます。またページを入れて渡すと中身が表示されますので9個すべての不思議な本のページを解読していきます。不思議な本のページの1番から3番については世界任務秘境と啓示の書の時に解読しますので今回やるのは4番から9番と11番から13番の9個となっています。3つ不思議な本のページを解読すると宝箱が出るようになっていますので最終的に精巧な宝箱を1つと貴重な宝箱を1つと豪華な宝箱を1つ取ることができます。
不思議な本のページの内容は後からでも確認できますので、今やっているようにどんどん渡していって宝箱を先に取るのもいいのかなと思います。世界任務秘境と啓示の書が終わった後、9個の不思議な本のページを解読すると、豪華な宝箱を含めて3個の宝箱を取ることができます。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価をお願いします。ライブ配信、ツイッチ、ツイッター、ブログ、フォロラブも見ていただけると嬉しいです。では。